ありのまま、今起こったことを話すぜ。俺は楽しく海の密漁に励んでいたと思ったら、気づいた時には深海に到達していたんだ。何を言ってるかわからねえと思うが、俺も何が起きたのかわからなかった。ここは水深2000メートル、圧倒的水圧がわしを襲う。うおーおーおお。というわけで今回は、大きい星 S について講釈させてもらうわ。水圧が、うるせえな。はい。体長18から22センチ、全世界の海に生息しており、約500から2000メートルの水深を好む魚、大口ホシエソ。いわゆる深海魚ってやつじゃな。こいつの特徴は何といっても、下顎が骨格だけの剥き出しになっていることね。なんだこれ。こんな意味不明な顎をしてるのにはちゃんと理由があって、下顎を空洞にすることで、海水の抵抗を受けずに素早く獲物を捕らえるためだと考えられているわ。にしても極端すぎだろ。大口ホシエソのことバカにしてる？してねえよ。つうか下顎がスカスカだと、そこから獲物が逃げ出したりするんじゃないのか？まあそこはうまいことやってるんでしょ。ちゃんと解説しろやババア。これは解説じゃなくて講釈だから。終わってます。大口ホシエソにはこの地形のような顎が特徴的だけど、他にも深海で生き残るための機能を備えているわ。顎を骨格だけにしてさらに何を求めるんだ。目の下が赤く光ります。しょっぽ。あんま舐めちゃいけないわよ。深海という環境は太陽の光がクソほど届きにくく、波長の短い青系の色の光しか届かないため、多くの深海生物の目は、青い光のみを感知するようになっているんだそう。つまり、大口ホシエソの赤い光は、獲物から認識されないため、自分だけが周囲を照らせる暗視スコープ的役割を果たしているのよ。うおーおー、抵抗を減らすために顎を剥き出しにするって聞いた時はただのバカだと思っていたけど、ちゃんと理系的な進化もしてるんじゃな。大口ホシエソ同士はこの赤い光を認識できるため、仲間同士を見つけるのにも役立っているわ。すごいや。そのため大口ホシエソの英名は、Stop Light Loose Jaw。直訳すると、シンゴキ、ハジュリダ、アゴ。大口ホシエソのことバカにしてる？また大口ホシエソは、葉緑素を持っていることも特徴の一つね。え、あの植物が光合成するときに用いてるあの葉緑素？その葉緑素。まさかこいつ光合成が。できません。じゃあなんで持ってるんだよ。一説によると、この葉緑素を持つ細菌と特殊なバクテリアが共存することで、例の赤い光を得たのではないかと言われているわ。事実この赤い光の正体は赤外線で、生物としてはかなり異例な発光器官なの。深海魚で赤外線の発光器官と葉緑素を持つのはこの大口ホシエソのみと考えられているため、どうもこの2つの関係性を疑わずにはいられないわよね。というわけで今回の講釈を終わりにするわ。うす、圧倒的水圧がわしを襲っています。うおーがー。最後までご視聴 HLLSPD、 チャンネル登録してくれたら私はしゃぶの、じゃ